はいどうもアキです。はい、ガチャ新しいの来ましたね。はい、稲実高校、ダイアナエースね、読んでない方に説明いたしますと、青道高校でね、練習試合、5月の練習試合と、夏の、地方予選決勝で当たる高校の、主要4キャラが追加されました。はい、エースの鳴宮芽衣くん、そしてセンターの俊足のね、カルロス、でショートのなんか渋い白川、渋い選手です、流し打ちがうまい。でキャッチャーのヘボのただのヘボなんです、能力は。のただの、この4人が追加されました。はい、でね、いつもみたいにね、この全体の SR 率とかは全く上がっておりません。なので基本 3% ぐらいと考えたらいいと思います。まあ、各レアリティ内でそいつらが出やすくなっていると。こいつらは出やすくなってるけど、決してねレアリティ高いやつが出やすくなっているわけではございません。で SR が1枚確定で出るわけでもなくですね、この中のどれかのレアリティ R 以上のどれか1枚は必ず出るというものですね。はい、で僕今回ですね引こうと思います。とりあえず10連はしようと思います。なので動画にしています。はい、まあ各選手、なんでね引くかとか合わせながら各選手さらっと説明しますと、メイ、まさかのね、絶対ねこいつ脅威の切れ味金徳で持ってるのに、まさかの脱三振を教えてくると。脱三振じゃねえ、ドクター K 金徳で、しかも得意練習もまさかの球速っていう、ちょっと僕裏切られた感はあるんですけど、非常にこいつ持ってるところが非常に有能です。打たれ強さ、タイピンチ、キレ、勝ち運投資とか、なんかもうとりあえずメイは当たりの部類だと思います。試合経験点もございます。はい、で白川、白川ね、僕個人的に後イベだったらよかったんですけど、まあ僕前イベばっかり SR 持ってるんで、前イベの SR、マイベイの打撃でね、確かこいつ流し打ちとなんかぐらいしか、もうチャンスメーカーぐらいしか持ってなかった気がするんで、普通に使い道あると思います。 R キャラとかでも SR なら普通に使えますね。はい、でカルロス、カルロスはですね、持ってる特能が全部、倉持の持ってる特能しか持っておりません。で倉持の方が若干特能の数が多いのかな、守備職人とかがついてるのかな。はい、なのでまあ要するに倉持と合わせて使ってあげるとね、特能、非常に多い特能をちゃんときちんと全部取り切ることができて、まあ守備走塁型の選手作る際には倉持と合わせて入れてあげると前後ですのでね、前部屋と部屋も非常にいいかなと考えております。はい、でね倉持が、電光石火、カルロスが高速ベースランなので、ダイソーの選手も、まあ、こいつ SR でなんか当たったりしたらね、非常にダイソーの選手作ったりするのにいいのではないかなと考えております。ちなみにこいつめっちゃ守備いいですよね。皆さん稲実と戦った時に、なんだこのセンターはと思ったと思います。彼です。はい、なぜならね、積極守備というものがついているのでね、非常に守備範囲も広くなっております。はい、で僕はですね、今回引く理由、こいつです。じゃん、こいつです。ただの、こいつ選手能力本当に低いです。で特能がキャッチャーだけです。で初めて の、メンタル練習を得意として後イベにする初めてのキャラ。こいつまあ SR だ、クソ優秀なんですけど、 SR 骸骨も教えてくれて、鉄の壁、金なんとかヘッド、気迫ヘッド、まあ当初は不屈の魂ということでね、非常に優秀なんですよこいつ。で SR じゃなくても僕は使えるかなと思っています。 R キャラでも、 R キャラだとね、キャッチャー育成の時にすごく使えるのではないかと思っております。キャッチャーってね、やはりささやき戦術とか球界の頭脳を取るために精神を非常に必要とするのですが、なかなかねその精神を補えるだけの精神キャラが今までいなかった。まあ小平にしてもブロンコにしても武田にしても特能がいっぱいあってね、精神はあまり供給できなかった。それ考えるとね、ただのはねキャッチャーしかコツがないんで、キャッチャーはキャッチャーのことを教えてもらった後、メンタルがバンバン入ってくるわけですよ、びっくりで。なのでただの非常に優秀だなと、キャッチャーのコツもこいつ入れることによって確実に取れるし、非常に優秀だなと考えております。僕で R でもただのが欲しいので、 R でもいいので今回引こうと思います。まあとね、あとまあ理由といたしましては、やはりね、はい、ちょっと非常に前置きが長くなっておりますが、はい、やはりねダイアのエースファンとしてはですね、まあ最近になったんですけど、このコラボのおかげで、薬師も R キャラ全部持ってて、あいつなんだあれ、聖堂高校の R キャラもね全て保持しているので、聖堂に至ってはね、みゆき倉持、みゆき倉持、もう一人、みゆき倉持 SR で持ってて、薬師に関してもね秋葉 SR で持っているので、まあもうコンプリートするしかないでしょうということで、10連いきたいと思います。ごめんなさい、前置きが非常に長くなりましたということで、ちなみにですよ、まだ前置きするんですけど、所持パーソン内を見ていただくとこちらです。はい、無料配布分65個、僕実質無課金なんていうね言葉を使っております。
今まで無料配布分が尽きたことありません。今回10連して50個減っちゃったらね、次10連した時にもう実質無課金という言葉使えなくなるんですけど、まあ最近ねやはりチャンネル登録者数も増えてきてですね、皆さん期待していただいてると思うので期待には応えていきましょう。はい、好きなものにお金を使うことに意図うつもりはございませんということでね、10連やっていきたいと思います。はい、でツイッターの方でもね、今回のガチャ引くべきですかって10何件ぐらいリプライいただいたんですけど、はい、もう言っておきます。今回のガチャ、そういうのをね聞いていただく方って多分初心者の方だと思うので、今回のガチャ引かなくていいです、基本は。はい、でも僕は引きたいので引きます。いきます。初心者の方は引かなくていいよ。ガチャ行くけど SR お願い、そろそろ初めて普通のガチャから初めて SR そろそろ出て、二次背景来ねえかな。お、グググからの赤背景、おっしゃ、これ SR 確定じゃない。ガチャは結果が全て、おっしゃ SR1 枚出たー、おっしゃ目来た、とりあえず目来た、 SR1 枚来たー。ガチャは結果が全てなんです。サクセスは慣れと運ですが、ガチャは結果が全てなんです。いいんです。なるみや、ちょっと声聞いてみますか。ねえ、もっと胸張って帰っていいよ。この夏日本一になるチームに敗れたんだからさ。これ名言ですね。あのナックルボーラーと準決勝で当たって勝った時に言ったやつですね。結局すげえの、すごくねえの、どっちなんだよお前。これどっちだったっけ、これサーマルに言ったやつかな、忘れちゃった。これドリンク一つちょうだいな。いや、このねメイのこのわがままな感じがすごい好きなんですよ。わがままでこの声も好きだしね、とりあえずメイ好きなんですよ僕で。まあメイそんなに打ちにくくはないですけど、メイをこっちに入れることによっておそらくイナジツメイ登板しなくなるので、メイもし苦手っていう方いらっしゃったらね、そういう使い方もまあできなくはないです。ということでメイ R 僕普通に使いたいんですよね。メイ R ちょっとレベル上げがちょっとね、今レベル上げしたいキャラがいすぎてガチャ引かないでおこうかなと思ってたんだけど、でもね試合経験ってレベル30なんで解放しないと無理ですね。うわーカルロス、あ、ただのが一番欲しいんだよ、ただのが。ここまでやってりゃ勝ちが欲しい、結果が欲しい。まあでもカルロスもね、さっき言ってた通り倉持と合わせて使えるので、まあ倉持と合わせて使っていきたいと思います。でコンボもね、多分ねメイが2個持っててカルロスが1個とかで、なんかコンボも結構あると思うんで、とりあえず頼む。お、武田メンタルキャラ、お、 PR だ、しかもおっしゃ嬉しい、普通に嬉しい。武田 PR 来ましたね。まあ現状ただのが出てない時点ではメンタルキャラで一番優秀かなと僕は思っておりました。まあ大体は丸いらないですけどねと僕は個人的に思っていたキャラです。はい、まあコンボ誰とまだ来てないのかな。ほい、あー、それはいらないな、先ほどの PR はいらなかったな。頼む、ただの出てくれ、頼む、ただの、これなんだ、カルロス、カルロス SR 来ました。うわー、カルロス SR 来たか、嬉しい嬉しい嬉しいけど、嬉しい、いや普通に嬉しいけど、ただのの SR、 ソウルキャラか、ただの来い。うわ、ただの子ね、うわ、ただのが欲しいって言ってガチャ引いたのにただのだけ出ないパターンかな。あ、アオハも何気に出ましたね。試合経験点ボーナス持ってる、あれアオハ、そのアオハじゃないか、違うわ、試合経験点ボーナス持ってるのはアオハじゃねえわ、誰だったっけ、忘れちった。もう一人急速のもう一人急速の、あれ試合経験って青穂って持ってなかったっけ、まあいいや、頼む、あと2体ぐらいでただの出てくれ、ただの出てくれたらもう大万歳。てかカルロスもう、ま、カルロスの話は後でしょ、ただのよっしゃー。今ねあのまたゲーム画面しか出してないからわからないと思うんですけど、ガッツポーズをこう言ってこう拳を天に突き上げながら体をこう回転させてます。勝った、このガチャやってくれるさ。このチームが負けるとこなんてイメージできないもん、多分。ただの来たー、おっしゃおっしゃ、けどもうレベル上げが大変だぞこれから。いや勝った、勝った、大勝利だこれ、よっしゃ大勝利を収めた。いや、やっぱガチャはね引かないと何とも言えないわ。はい、なんでね大勝利を収めたって言ったかっていうと、このカルロスあの使えるんですよ、さっきも言った通り倉持と合わせて。でもこの段階で今来てくれたことに、どちらかというとですね、今
Now 来てくれたことにですね、非常に僕は感謝しております。はい、今出てきてくれたことに。はい、というのもね、ちょっとね、コナミさんがミスってね、画面も見せちゃったんですけど、次ね、走塁キャラが非常に活躍する予感っていうなんかがあったじゃないですか、イベントということで、こいつね、得意練習率アップまであるんで、ということで、この総力キャラ、めっちゃ噛んでるな、神谷。ね、ちょっとバントはいらないけど、あとは超優秀ですよね。バントはいらないけど、めっちゃ優秀じゃん、普通にこれ。超優秀だな。守備職人悩んだ丸、盗塁走塁、チャンスメーカー、バント丸。超優秀だな。っていうカルロスに、これ本当に全く一緒なんです。全く一緒というか、倉持の得のちょっと減らしてる番なんですよ。ヘッスラと送球がないだけか、カルロスは。ヘッスラと送球がないだけじゃない。ヘッスラ実際いらないしね。直撮りしないといけない。ん？ヘッスラ送球がないだけだよね。多分そう思う。そうだ、ヘッスラと送球がないだけなんですね。なのでこいつら、しかも前イベ後イベなんで、倉持カルロスで2セット、とりあえず走塁キャラ作るのに、で右京左京で前後で2セットで4枠、もうこれで走塁キャラいいと思います。なんで僕はフレンドに、僕レベルそこそこのレベル25の右京 PR で持っているので、まあ左京をフレンドに連れていこうかな。なので、ここでフレンド募集いたします。三森左京、まあ、SR35 も今フレンドにいないんですけど、できればそれ以上、まあ、SR35 の方もコメントいただけるとありがたいです。普段固定している方でお願いします。特に PSR レベル40とか SR で上限解放している方、特にフレンドになっていただけるとありがたいです。フレンド募集する方はですね、左京ですね、左京ぜひよろしくお願いいたします。はい、それで走塁キャラ4枠で、あと2枠は前後で1つずつ入れればいいと思うので、まあ僕は言うて、まあ、走塁キャラといえども、やはり試合で打てないと経験ってもらえないので、前イベの滝本でも入れようかなと、前は。で、まあ後イベはそうですね、何入れてもいいんだけど、後イベでかんばしいキャラを僕はそんな持っていないので、まあ本当何入れてもいいんだけどな、かあえてそんな無理せず、前3あと3にせずとも、まあ前4あと2にするのであれば、小田切を入れてあげたり、まあまあいろいろ、まあもしくは後にみゆき入れて倉持とのコンボを期待してもいいですし、まあまあということでね、非常にいい、今出てくれたことにありがたかったです、カルロスは。はい、本当はね、 SR は一番ただのメイカルロスの順ぐらいで欲しかったんですけど、まあ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 今出てくれたんで、今だとまあ超嬉しいです。ということで、けどレベル上げがな、追いつかねえぞこれ、となってくると、はい、となってくるとレベル上げが追いつかないのですが、頑張っていきたいと思います。この画面で終わろうかな。もう非常に長いガチャ動画になったんですが、今回は勝ちました。イエス、全キャラ、これでダイヤのエース全キャラコンプリート、よし。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。はい、今までの渋いガチャはですね、概要欄のガチャ再生リストからご覧ください。サクセスの動画もね、毎日実況しておりますので、そちらも再生リストからご覧いただけるとありがたいです。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。